どうも皆さんはこんばんちはアルジャです。おとじゃおついちデビリティオリジナル戦闘続きやってみましょう。オッケー。フォートジョイ取り手は一応脱出して出た。まだフォートジョイ島にはいるはずなんですね、うん、はい。すごく大丈夫これ。骸骨からめっちゃ買ったんだよね、いろいろ。うん、買った。もうリッチですよ。はい。いや、俺は特に買った。俺の装備は何も買ってないよ。何買わなかったの？いや、まあ必要なものはそんななかったんだけど。なんでこんな死体があるんだい？すでに死んでいる彼らが伴われる。あされあされ、多分なんか矢尻が、ああ、左の方に視界の判定が。ラリスオブハンマーの指令書。これ以上先は危険だぞ。指令書はゲットしたよね、うん、あら、なんかいるね。うん、とんでもねえのがいるわ、この先は。アンコの兆し。この先とんでもねえのは確かにいる。ゲイ骨がいる、ゲイ骨が。ゲイ骨頼むわ。あー、ほんまや。腐敗した剣閣、腐敗した地術師。あー、毒で回復する。ちょっと待って、俺の毒杖を外す。横にドルダネイもあるね。ドルダネイ、ドルダネイがここに。ドルダネイあるね。ほい。まああの、いつでもやっていただいて、私はもう後ろの方の端側で。あ、取れた。バレた。バレた。あ、どうぞどうぞどうぞ。いいですか、行きますよ。はーい。あれ大丈夫なんじゃないの、意外と。お、喋りかけられた。大丈夫そう。どう？あなたは足場の上でカラカラと音が鳴るのを聞く。ヨボヨボのスケルトンがあなたを見下ろしていた。この沼地でまだ新鮮な肉を這い回ってるとはね。我が主もお喜びになるだろう。主やばい、主やばいね。ブラッカスレックスのことに違いない。彼は死んだ。ブラッカスレックスは死んだわ。永遠の制約。私が時代の 変遷を知らないとでも思ったのかい。あの獣が私の役割果てても呪縛は残った。新しい主人が現れるまではね。新しい主人出てくんのか、うん、2だと。 あいつの後継者なのかな。で、どこの主とは何者で、どっから来たのか尋ねる。あ、聞いて。なんと単純なやつだな。我が主は常に存在する。そして佃に出されたのが私たち。佃に佃に出されたのが私たちさ。佃にだね、こいつら。彼は私に命をくれた。その代わりに私はお前の命を奪わなければならないのだ。なんで？はい、ゴー。それ、なんで？そこそこに強いじゃないか。永遠の制約。だが我々がレベル6だということを忘れないでほしい。決したまえ、我が使い魔お釣りや。いいんですかね。もういいんですか。じゃあ私もやりますよ。はい、やってください。サクサクってやってください。高所ダメージ 30% ダメージ増し。ズス。37。 37? 意外とアーマーあるのよね、骨の癖して。じゃあ行きます。サクリファイス。アーマーつけます。ちゃんと上が骸骨になってるわ。右上のなんとか地術師をね、なんとかしてほしい。その辺あれ、その辺ギリギリだから射程。地術師、テレポーターで手前に落としてくれると。オッケー。リコシェするよ。リコシェで、普通に。まあ、お釣りさんにまとめればいいんでしょ。攻撃。そう、そうすればあの人も回転するから。普通に攻撃。終わり。姿を現せ。え、暗殺者どっかにいるってこと？そうだね、消えてる。うわー、出てきた。おお。まあ、痛くない。なぜ正面から攻撃してきた。ああ、強化しやがった。地術師。何をするつもりだ。おい、インペイルメント。いてー、いて、骨折した。すんごいじゃん、ボッコボコにされてんじゃん。コイルもじゃん。あるねー。あ、届かねえわ、無理。このこいつをおついさんの方にあげるから。まあ、くれ。まずははい、相手の上に落とせば相手にダメージ入る。あ、そうなの。そうだよ。そうだったね。ブラッティ、ほい。一緒に戦ってあげて。お願いします。はい、よし、完璧だ。ほい。で、悪魔の火力がやばい。そりゃそうよ、さっきとか前回のレベルアップで私はまた召喚に振ったからね。よいしょ。こいつらは何に弱いんだ。調べてあげるから待って。炎とかじゃない。炎ですね。炎だね。で、水と風と毒には強いので。リコシェイベベ。
倒して倒した。これでかお、や。カモンボーイ。お、あと。ネクストカモンボーイ。強っ。あとあいつを引きずり落とすだけ。やめろー。やれやれ。やめろー。やるねー。ま、今ところノーダメージなんですけどね。食らっても、もう。アーマーと魔法防御で何もダメージ入ってないって何もダメージ入ってないんですけど、当てんのが大変だ。ほい。あんまり魔法防御も物理防御もねえな、骸骨は。チャキーン。回り込むぐらいかな。それから待って兄者にヘイストかけられるならかけてもらって奥行くとか。ターンの遅延。これ高さ制限あったんだっけ。ちょっと待って、そこで分回して当たる判定あんのこれ。それはないでしょう。挑発をしたいみたいだね。入った。あ、入る入る。挑発は高さ関係ない。高さ関係ございません。なるほど。もう釣りさんはナイトだな。俺はバーサーカーになるからよろしく。いや脳筋つんだよそれ。バーサーカーだよ。バーサーカー。脳筋って書いてあるバーサーカーだ。バーカーサーだ。バーカーサーやばい。バーカーサー。ベルセルク。すん。の血を吸い出せ。血あるのあいつ。あるんでしょう。血という概念。ほらよ。骨髄を吸ってるのかもしれない。骨髄。いて。オッケー。まあ敵ではないね。まあ。ベルトや。殺戮の鍛冶を尽くしてるからね。防御力6。土耐性、毒耐性 10% ずつ。あ、じゃあ手前のキノコはよろしく。もういもらう。あ、やばい、こっちにも敵の反応。キノコ、切り株、切り株の中に意外とお金入ってる。切り株、隠してる。あ、じゃあベルトあげるよ。ベルート、まあ、俺の方がいいのかな。どうなん。あー、こっちにもいるね。イエローの花いっぱい咲いてる。6ですね。テラーマンサーのベルト。一応9のベルト今してんだよね。ああ、じゃあいいかな。ちょっと待って、俺よりも全然いいベルトしてるじゃん。おかしくない？さっき買ったんだよ。買った？じゃあ、おっとじゃあこれにあげるよ。そのベルトいいよ。はい、あの、属性耐性2はつくから。ああ、属性の方が、じゃあこっちや。7の記憶プラス1のベルト。切り替わり。これなんだ？ん？ソース成長期にソースポイントを付与する。なんかソースこぼれてんだけど、ここソースこぼれてることある。ほらこの匂い燃えてる。豚なんか罠が見える。ここはこの先に罠がある。爆発地雷が目の前にある。気をつけて。相手踏んだわ。俺こっちにあんの。いったー。お前もうこれあの遠距離攻撃すればいいんでしょ。そうです。敵に踏ませて。てててて。おいや、ナイス。え、なんでこれゆっくり行った方がいいの。多分アニジャが近づいたから見えてたんだよね。基地が高い人が見えるんじゃない。アニジャ先に踏んでる踏んでる。おつしさんにこれ基地かけてやるんで。一時的に3ブースト。おお、横に回る。危ね危ね。アクション、あ、罠解除できますわ。はい、罠解除キット持ってるんでね。見える、見えるぞ。重量消えただけか。なんかさ、奥で燃えてる豚が確かにいるんだけど。あの豚は何なの。こっちはそっち行くと普通にあの骸骨がいる。燃えてる豚が話しかけてきた。話しかけられちゃった。燃える豚たち。ブヒブヒブヒ。敵か。あ、逃げてった。おお、危な危な。ぶんな。オイルがまんまあったから。何これ、どういうこと。おじさん分からない。こっちから回れる。あー、豚たちが暴れておる。
なんなの、炎のダメージの影響を受けないって書いてある。めちゃくちゃ。あ、宝箱あるよ。あるんで。ロッカー。あー、まあなんか多分動物語喋れれば。そう、なぜ彼らが燃え続けているのか。わかるんだろうね。一応わかるんだろうね。なんかでもここに。うわあ、いったん。燃えてる。もうめーん。やばいやばい、痛い痛い痛い。痛い痛い。爆発。なんか燃える豚たち。沼地に入るとスートンの燃えている豚に遭遇した。その奇妙な炎は彼らを苦しめるが殺すことはない。はい。これどうやったら消えするんだろうね。ね、まあでも普通に水かけてあげたら消えるんだよ、豚。ファーストエイドしてやる？うん。豚を助けてあげて。ちょっと待って。遠い。豚どっか行った。豚、どっか行き過ぎだろ。治らねえか。治らないね。雨降らしてあげるとか。いやー、水魔法も効かないな。あ、効かない？うん。なんなんだろうね。こいつならどうだ。マジックシェル。ダメだ、炎が消えない。おお、こっちは敵がいるぞ。とりあえずそっち行ってみよう。わお、わお、おつゆさん。ん？おつゆさん、最高のもの見つけたわ。なに？未鑑定の片手斧だ。おお、最高やん。鑑定させてくれ。オッケー、回収するぞ。おい、泥棒。あ、全部取れやがった。アニシャが全部取った。いや、俺取ってないよ。あ、嘘。俺全部取ったわ。おい、なんやねん、こいつ。じゃあよろしく。はい。鑑定2つです。杖と片手音。はい、気になる鑑定の結果は？アニムス。チャニーン。ドラゴンの魂。強っ。ん？この杖？おー。うん、強い。いいね。知力1上がっちゃうよ。体力も上がって。クリティカル率も。気になる鑑定の結果は？わー、強い。13の15。金魚1、最高です。どうぞ。なんか装備変わったじゃん、この人。あ、いや、待て、俺も両手強い。あ、でも筋力、うん、あ、あ、切れ、入れ替えちゃった。ちょっと、両方ちょっとどうぞ。なんかどっから足滑らしちゃった人。あ、でも最近あれだな、この辺アンデッド多いから多分炎のやつの方が強い。そうだね。あ、これ水ダメージでいいね、スタッフオーカラー。イエローの花がこの先4体アンデッド。おお、めっちゃおる。イエローの花拾っとこう。触れるだろ。さあ、先制攻撃じゃない。高いとこない？高いとこ、高いとこね、この高いとこ行くのは逆に取られてる、ね、高いとこに敵がいる。うん、嘘、取られてる。取られてる。あいつ俺テレポートさせた方がいいね、おついさんの前。そうね、高いとこ本当に取られてる。あの真ん中の騎士みたいなやつをやった方がいいんじゃないの、おついさんは。ツタがあって、俺がそこにラムで突っ込めばいいんじゃないの。任せる。どれも強そうだな。まあ、あの、やっていただいて。はい。まあ、戦闘開始です。ターンがすごいです。あれ、リョウバレてます。オウフ。敵のレベルはいくつ？射程範囲外。4で、主作撃です。あ、待って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 。ダメだ、範囲外だ。すげえ守備力だ。で、骸骨ウヌがたくさんいるじゃないですか。あー、ちょっと狭い。トジャにこの上に飛ばしてもらえばよかったな。骸骨の横？いや、この壊れた橋の上。あー、狙える？そこなら飛ばしてあげるじゃん。ここだったら相当多分全距離出る。ただその前に3体動くから、おじさん頑張ってね。もう倍近くあるじゃん、いい挑発。いいね、
挑発で、ビビって先に回復かけてるかもしれない。違うよ、相手にかけた上のやつ。なるほど、あーそういう意味であれの横に飛ばしてもらってもいいな。あいつ、え、な、ね、上から撃ってくる。2匹痛いわ、さすがにあの工場。頼むよ、こっちはこっちで何とかするから。クリッピングブロー、ナーイス。じゃあ忍者を飛ばすか上に。はいはいはい、敵の上に落としてくれていいよ、あの骸骨の。あ、ほんと？一番上いけるっぽいけど。あ、いけんだ。いけるよ。じゃあ行ってみようか。なんか卵もあるし。はい、ルビーがあるぞ。どうも。まあまあまあ、あそこに俺は召喚するだけ。よくもやってくれたなと。こんにちは。すげえ動いちゃう。こんにちは。離れて。当てるのかい、そこ。じゃあ体力減ってる方から。ほっ、よいしょ。こう、頼むぜ。あ、でもそいつリジェネレーションで死ぬぞ、次。あ、そうか、ほっとけ、いいや、ほっとけ。どこに打ち込んでほしい。その上にいる弓、左側のやつ、アンジアから見て。オッケー。じゃあリコシェ取っといた方がいいか。そうね、取っといた方がいい。高所ダメージ30。なかなか。あ、36出れば。でれん、ズボン。出ない。1残り。悪魔お願いします。妖怪1残り。当たるのかこれ。当たらないっていうマークなんじゃないのか。すげえな、この上にいれば弓はどこまででも飛ばせるみたいな。あ、ちょっと何やってんの。あぁー、パーツ押せば。いや、あえて上に行って。おら、物理けど、まあほら。ここ、あ、切れた。あー、おやすみ。いってぇ。ほら、む持ってんのか。あー、そいつ強いね、ちょっと。あ、やばい、来やがった。なんか長い剣持ってんな。ね、あいつはクレイモアみたいな持ってます。まあ、その手前のやつやっちゃっていただいて。うん、あ、強っ。うん、あ、これはいいですね。この斧はいいですよ。最高だ。あー、もうついさんね、攻撃されたら反射がついてるのはいいね。ええ、盾持ちには最高だね。最高ですわ。じゃあ俺のやつ倒していただいて。あ、あ、そん、そん、こいつ体力あるな。強い強い強い、そいつは強い。そん、え、なんかついてない、なんだあれ、頭の上のマーク。あれなんすか、あれなんだっけかな。なんかちょっと怒ってるやつだよね、あれ。まあ関係ないけど。なんでこっち来んだ、やめろ。こっち来んな。いや、寝てっからだ。でも俺じゃないんだあれ。ほら、悪魔に撃ってる。撃ちなさい。あとはシールド投げて。投げられんのかな。投げられると思う。届くのこれ。低地ペナルティ。まあ一撃当てれば勝てる。うらっ、オッケー、サンキュー。ルービーゲットだ、ルービー。高いぞ、きっと。鳥の巣。何も入ってない。下から確認したか、あいつ。火を灯しておこうじゃないか。お、ベアスキンアーマー。お、キラリラリン。何、ベアスキンアーマー。ベアスキン。ベアスキン。フマちゃん。下ろしてくださーい。いくら。おい、もうちょい前出られないそれ。ん、こっち。ああ、その左側かな。ああ、そうそうそう、そこそこそこ。ルビーいらねえんだなってなる。いや、別にルビーだけはこっちに送れるんで。おお、はい、ああ、ほんと優しくして。回復。なんかワンちゃんがいるわ。ワンちゃんがいるね。ワンヌチャンヌ。あ、なんか戦ってるね。戦ってる。あ、いや、ババアだ。ん、ウィンディゴがいる。ウィンディゴ、ウィンディゴ、ウィンディゴ、ババアがいるじゃん。あのおばあちゃんいる。いる。まだ俺だったらない。え、なんか攻撃してるよ。
135ネズミ。な、何やってんのあれ。ネズミカモンって言ってる。レベル5だって。いけんじゃねえ。そっとクイックセーブする。私倒しもやっぱ勝ちじゃん。ごめんね、ワンジュ。敵撃ってきてやるよ。行くしかないよ。ワン、なんだ話しかけられた。あいつは魔法使いだ。聞く。女が空中に魔法を出すような記号を書いたのを見て、あなたは集中砲火に備えて防御体制を取ったが、そんなことはなく少し煙が出ただけだった。彼女は残念がって空に向かって危機をわめいていた。何？わかるじょう、私はあなたを愛して従いました。一体私にどんな罪があったんでしょうか。こんなに私は苦しまなければならないんでしょうか。彼女は接近するあなたを見て、その方向に拳を打ち出した。彼女の顔は赤く変わっていった。まさにフォートジョイの船を破壊した彼女だ。この野郎、許さんぞ。お前だ、お前が私の罪だ。おお、面白い。我が主は誰かと教えるよう要求する。彼は審判者で、あなたのことを非難した。あなたが恐る愚か者の人気から罪の悪臭を感じる。ブレスケア。手に向かって頭を向けた。わが私を主への生贄に、私をおそばにお戻しください。私を一つにしてください。なんかいや、借り物の力だったんじゃないのこれ。すごいね。おおおお、やば、まとめてファイアボー、石、いきなりピンチなんですが、魔法が、魔法120もある。あいつ物理で何とかしてやるわ。あれ、ターン先にくれれば俺魔法回復8を3ターンかけられる。あは、俺でも出しちゃっていいでしょこれ。うん、まあ俺はパスする、ね、痛いね。ちょっとだけ食らっちゃったじゃないの。パンって聞こえたけど、うん、あ、いけちゃうな。余裕ですな。いけちゃうわ。まあどうやら弱いみたいですね。あの時はあんなに強そうだったのにね。ナイス、転倒。ああ、それあ、それ終わった。えびっくりした。罰をせば途中でキャンセルできるから。はい、おわ、レアな獲物。てーてー、わーお、倒せた。何これ、フェインの変装マスク。あー、それはなんかマスク奪ったって言ってたな。あー、だからフェインの持ってたな。キラキラジーンって音がしたけど。マーツの湯。あ、ここにあるよ、砂の山。コールドがないからよろしく。私の爪が役に立つ時が来たようだな。あれ、バトルストンプ、こいつから手に入ったわ。あー、ちょうだい。エルフの残骸、今のスキルブック。どうぞ、アニジャ、拾って。ちょっと待って、ヒバナ、持ってる。魔法の弓がありまして。魔法の弓、はい、あとベルト鑑定しよう。ベルト鑑定しよう。うるさいな、ちょっと待て。フェインの変身マスク持ってる。知力が必要だから、オトリアに送って。魔法の松の弓鑑定します。あー、水系のなんだった。そっと鑑定、弓ですね。おお、これいいね。才能のベルト。隠密1上がるじゃん。おお、あれ隠密。ありがとう。あぁどうしようか。体力16が、まあ、おつじさんがつけるんじゃない。当たり前だ。悪くねえな。悪くねえけど悪くねえな。そっと、そっと9になった。うん。ウィンディゴ倒せちゃうの。大したキャラじゃなかったってことなんだよ、多分。いや、なんかわざと死んでこう主の元に帰るわみたいな感じだったんじゃない。あれ、なんか下の方にすげえ宝箱的なマークあるよ。ほんまや。お、宝箱的なマーク。なんだこれ。マップに、マップの上に。ほんまじゃし。行くしかない。もう行くでしょう。開けまーす。あー、いや、あれだ、アニジャのだ。掘ってくれ。What's this?
never hurts to get your claws dirty now and then. 何言ってんだお前が俺。たらー出てきた。あー、目くらましグレネード、バイブル、光、あ、じゃあ氷のルーン、これはあれだ、武器につけられるやつだ。おー、ルーンだ。これ上行けますね。結構し、島自体はちっちゃいんだね。うん、こっち死ぬでしょ、ドワーフそんな。ええ、大丈夫。ドワーフ、そんな俺異端児だから泳げるから。なんか、あるね。入れるみたいだね。出入り口みたいなのがなんかあるね。俺もなんか、多分こっから出てくるとこなのかな。かなぁ。クラゲだけ。これ上じゃね？なんだこれ？ん？雷が帯電してる。マリアっていうのがいるけど、死体で。死体でいるっていうの？え、どうやって入るの？わかんない。どうやって入るのかはわからない。飛ばすのこれ。死ぬんじゃないの？ロレンゾ。スターは途中にあるもんね。スターは途中まである。確かに。一回おついさん飛ばすか。いやいや、耐性高いから。感電するよ多分。で、すぐアイテム取っていくよ。うん、あ、いけるな。レッツゴー。あー、で、ツタを下ろしてくれ。1500。ツタを下ろすとかあんのこれ。ツタを使用っていうのがあった。多分落ちちゃうだけか。拾うだけ拾ったらツタつける。拾え、拾え。おっ、おっ、おっ、スペルキャスターの指を拾ったって書いてあった。指食うやつだな、これ。いってぇ。まだいっぱいあるよ。嘘。矢とか、矢尻が。上？伝統の矢で、いや、右スティック押せば出るから。あ、そうだ。もう一回飛ばしてくれ。あ、もう何？もう降りたの？やばい、ね、もう降りてきた、降りてきた。ああ。すげえな。こんな使い方ある。ね。でもそうでしょ、これ以外に行ける方法ないから。まあそうだね。暴君の遺物。あ、違う。あー、ごめん。ん？ごめん、矢尻取り忘れた。あ、忍者手袋あげるからさ。いや、頼むわ。俺、もうちょっと手袋はいいや。ふざけんな。あ、船があるよ。新品の船があるよ、ここに。これに乗れってことじゃない？これだね、その船だね。お父さん上。わかった。ちゃんと仕事して。じゃあもう弱い、ずっとグローブをつけなきゃいけなくなっちゃうからさ。早く、あんじゃテレポーテーション覚えてよ。はい、ほい。テレポーテーション、いや、俺念動力があるんだよ。念動力？それか早くヘイスト、ヘイストじゃねえわ、戦略的撤退を覚えてもらってね。ないんだもん、スティルブックは。なんもないね。気合で。なかなかね。ロレンゾ、なんもないね。マギア、なんもないね。はい、大丈夫です。はい、ご苦労さん。はい。で、指輪を鑑定しなくちゃいけない。指輪の鑑定タイム。上行けるやん、じゃこっちは。誰がいる、仲間が。鑑定します。はい。チキン。どれ？魔法防御5。あー、ごめん、魔法防御9。 5% 土耐性、 15% 資料術プラス1。ありがとう。即取ってったな。まあ俺だろ、以外即取ってた。で、あと敵が奥に見える。いるんだ敵が。いや、敵じゃなくて、なんかね、シュリーカーっていうなんかトーテムみたいのがあるよ。あ、タワレネって人がいるじゃん。うん、タワレネって言って、その奥にあのでかいやつがいる。風強かったやつが吊るされてる。これか。お前、108HP って書いてある。どうなってんのこれ。早く来て。ちょっと待って、セーブ中で動けないんだけど。ちょっと待って、なんで私動けないのこれ。こけてんじゃないの。なんで兄者この風術の指輪つけてないの。なんか足を装備したら動けなくなったな。よいしょ。早く風術の指輪、俺今風術使ってないから。
あ、じゃあ俺装備しちゃったよ。いいよ。はい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 、はい、行くぞ。何じゃ喋りかけてみて。しゃねえな、話しかけたるわ。そう。Yo man、 Stop right there, sorcerer. 止まれ、ソーサラー。あなたが彼女の敵なら、あなたがそれに答えるわけがない。She searches your face. A grin spreads upon her own. やばい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 。ろくなものを持ってない。ちょっと後ろかすりするわ。彼女はあなたの顔を見回した。笑顔が彼女に広がる。ん、誰か骨折してるけど大丈夫？敵ではないよね。なるほど、そういうことか。さて、君それあれだろう、ダメだ。呪いや。あなたはここを通ることができて、やめといた方がいいわ。別の方向に行くのが賢明で。あ、もうそっちから全部いただいたから。マジステルたちが配備したシュリーカーが私の友を殺した。マジステルたちも見境なくね。私も様子を見て一人で戦わない方がいいわね。実際戦ってもいないし。シュリーカとは何か。ハルチにされ拷問されたソース使い。もし興味あるなら自分の目で確かめてみなさい。でも近づきしないで死にたくなじるわね。余裕でしょ。それに私たちが友達になれるならあなたの地図に印をつけてあげるわ。ここに隠れてる人たちがいるから合流するといい。きっとあなたを迎えてくれる。ガレスが牢城から脱することができれば私たちはあなたに直接合流するでしょうね。彼はあなたに興味も勝つはずよ。私はそうでもないけど。は。は。いけるんじゃねえの。強盗って叫んでるけど大丈夫？そうよ、全部いただいたからですよ。いけんじゃないあいつね。うん、どうぞ。いっちゃっていいですか？しゃーい、なあ、ビリビリしてる、ビリビリしてる、すごい。おい、うわ、ちょ待って、死んでる。なんかダメ、あれ近づくと雷がパーンっつって言って、おついさん砕けた。6666ダメージ食らって死んだ。死体が一つできたぞ。あれダメなんだ。無理だ。死体が一つできたぞ。とりあえずリジェネレーションで遠くに孵化させるわ。リジェネレーション。向こうのターゲット？待って、これ回復だね。ちょっと待って、回復じゃない。リザレクション、リザレクションやる。離してあげてね、ちゃんと。こうやって奥にまたベーベーやばあれ、近づいたらそっちかよ。無理だよ、あんなの無理だよ。でもまあ頑張れば飛ばして奴の後ろ側に出れば大丈夫。属性が全て 100%。 あ、やばい。嘘、これダメ。あー、大丈夫だった。属性が全て 100%。 何も効かないってことでしょ。物理攻撃しか効かない。逆に言えば物理攻撃だったら効くってことでしょ。トーテム出してみるわ。あれ、あー、トーテム、トーテムビリビリしてるじゃん。気のせい。あ、ぶち壊されました。こう、っていうかここにツタあるやん。消される。リスの死体まであるもんね、そっち。すごいね、あれ貼り付けされてるの最強すぎるでしょ。どこまで近寄れるのこれ。ここよいしょ。はい、まあ、後ろ回ってしまえば。追い詰められた時は最も危険。 I thought these marshes were abandoned。いるね。あれ近づいたらビビされるかな。後ろは大丈夫だ、見えてる範囲しか多分。なるほど。あ、じゃあここからだったら俺こういう行きんじゃん。こういう趣味。うわ、ダメだ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 。視界からこう入れ、視界が後ろだろうが近づくものは全て抹殺。あ、やばい。あ、な、何してんだあの人。あ、死んだ。杖で殴りに行った。俺遠距離攻撃しようと思った。無駄なあれをしてしまう。何してんのあの人。見えないから。これ厳しいんじゃないか、これ復活さすの。どうで死んだあの人。あの人目の前で死んだあの人。バツボタンを押せば止まるのに。敵がいるからね、早いとこ。見つかってなければ撃ってこないみたいだね。そこ行っても撃たないってこと。それやった瞬間にアンジェ逃げないと多分ビリビリ来るね。 Thank you。 俺をこの瓦礫ミネラルのヘリの上に乗せられるかい。ここの上は判定ないか。なるほど。あんじゃ、うん、高所からだったら俺は撃ち放題だ。
無理だね。じゃあ、行きますわ。あれは、どうやって倒すんだ。まあ、あれは倒せないでしょ。よろしいか。何が？ん？いや、敵がいるんですけど、下に。ここから降りられないでしょ、まだ。ここから降りられる。本当だ、伝わる。兄ちゃんそこでいいんじゃない。おお、見つかった。ああ、攻撃できるわ、シュリーカ。無敵ですこのオーラを傷つけることはできないのかっつって。兄ちゃん、その上から狙える。どっちよ。ああ、下のやつら。下のやつならいける。まだね、今見つかったところですね。会話どうなってんの。逃亡者たち、お前が友人を救おうとしてるなら、やつよりもっと愚かだな。お前は同じ運命に遭うだろう。すごいいる、奥。結構な数いるよ。武器を抜く、良い戦いがしたかったのだ。まあ、それでも。いいっすよ。ええ。あ、俺、戦闘巻き込まれた。俺も巻き込まれた。すごく良くないとこで巻き込まれた。上に来た。私のターン。てかさ、あいつらを俺がテレポートで飛ばしてあいつの死にから巻きかけます。敵味方の識別ぐらいするだろ。それはあり…え、だってマギスの死体転がってるんだよ、あそこ。ありえますよ。で、言ってたじゃん、あいつも。敵味方関係なく。一体だけちょっとあの強そうなやつを今その目の前で飛ばしてやるよ。あ、そう。それでピーッつったら超笑うけど、うん、まあ、なるぞ。いや、でもあれも敵マークついてるよな。まあ、どうなんだろうな。まあ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 、とりあえず、とりあえずなんとかする。私は耐えることだけができる。だっ、まあ、おつじさんの近くの敵を。ええ。私はセルフメッセージ。ヘイスト。どうも。こいつら物理はまあ半端ない数あるな。まあ逆にこいつらは物理バカですね。ほらよ。わお。魔法使うやついるかね。状態上系でもか。はい。こんなもんか。グリーン。体力もあるな意外と。スカイショット。スカイショットって何？ちょっとジャンプ打ちだった。聞いたことない、そんな技。痛い。ただのジャンプ打ちだったけど。さあ、どうだろう。そんな硬そうなやつを、うん。痛すぎる。ここら辺。はい。なんだったらもう真下ぐらいね。これでベーッつったら超やばいじゃん。ベーってなる？なってないね。なってないね。いや、次のターンで。これで私戦闘終わった瞬間にベーってやられる。ちょっとおかしいよ。おーっつって、そうなるかってね。うーん、戦いだらけだ。いや、まあ経験値はいっぱい入ってきます。確かに。ほら、スタッフマギ。さんです。まあ、レンジャーやってくか。うん、この距離やってくれ。いいダメージ普通。ん、熱っ。ダメですね。ダメだ。普通に来た。普通に来た。
まあそれは何とかしろ。なんてことを。もう兄者に金属打ち打ってもらうのに何なりして。あお前、あやった。違う、俺の魔物が逆にこれはやつが強すぎる。やばいね。まあ普通に戦いますわ。魔物が一瞬で打ち壊されたぞ、うん、やってくれるじゃねえか。っていうことはない。これやっぱ近づいたら俺ら死ぬんじゃない。あれは近づいたら死ぬ。こっちに使うんかい。やべ、こっち来たか。トーテムはやめて。これ俺がピンチだな。あれは兄者に任せて。俺は今近接2に囲まれている。うん、どうしようかな。まあでもその目の前のレンジャーを倒した方がいいと思います、ね、階段のレンジャーちょっと先やっちゃうよ。おいえ。いいぞ。あー回復だ。自分か、まあいいや。自分あぶれ。ナイス。そうね、レンジャーがそこだった。もう右のレンジャー先に倒してくれ。こっちしかね、倒すね。それでいい、それでいい。大丈夫、大丈夫、音じゃなんかそんなに知らないから。そう、まあね。回転だ。壊れたトーテムが。いやー、やばい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 、ところに行こうとしてる。こっちへ来ようとしているやつがいるな。いやー、ちょっとね、悪魔をあんな一瞬で破壊されたのがきつすぎる。とんでもないじゃん。狙えないしな、そいつは。アウチ。オーノー。シュラー、やめい、ファーストエイド使うのマジ。うらー、その先逃がしちゃならんぞ。奥に敵めっちゃいるから。痛い。音じゃがやばい。ごめえ。うら。なんやて。あれ。死なず。なんだ怖いな。なんか奥は奥で戦ってるらしい。そうね。ありがとう。いいよ。さよなら。素晴らしい。さあ、兄者自分のことを考えた方がいいな。1200も入んの？すごいね。ほっ。さあ、面積後ろから来るぞ。ほっ。自分でヘイスト。ギリギリで引きつけてギリギリ。俺の方来た。そっち行った。まあまあ、でも逆に言えば無駄な一ターン。素晴らしい。どうも。痛いっすね。痛くねえよ。200もあんじゃねえか HP。 うっはっは。燃えた。はい、こっち来ていただけますかね。え、無理ですね。スカイマン、早く言うこと聞け。もう誰が使うの。あのナイトから倒せよ。あのナイトから。あ、行かないのか。いや、それは無理じゃないですか。あれだもん。
普通に歩いてあのでかい剣持ってるぞ。これでゲージ低いんだよ。ちょっとシールドアップだけはさせて。しゃ。何じゃは撃ってる。逆に後ろから狙い方がいいかな。ちょっと動けば。こっからなら撃てるかな。移動してみるまでわからないという恐怖。見える。すべてを打ち殺せ。イコロセー。いつの間にかこの人クロスボウじゃなくなってる。そうやで。さっきあげた魔法の弓かな。おー、魔法の障壁。Thank you。 ナイス。こっち来る。魔法40は上がってる。いやー、おかしいねこれは。タコ殴りにされてるよ。とても面白いではないか。死体もいっぱいありますけど。そうだね、ちょっと後ろあたりでボンってやれば勝ちじゃないですか。ちょっとね、近づいてボンやる分が多分届かないので、まあ一応やってみようか。こいつね、もう動いたら攻撃されちゃうんで。ほら、よし、ちょっとトーテムには悪いが、一回トーテム単行させればよかった。失敗した。行け、わが魔物よ。ほっ、減るねえ。いて、許して。やれやれ、お願いします。大回転切りを見せる時が来ました。大回転切りなのかい。ちょっと待って、挑発とかでもいいですし。ナイス。おー、素晴らしい。とどめは兄だね。素晴らしい。そのね、シールド飛ばせずね、シールドが強いとそれだけ強くなるらしいから。君にはいいシールドを強いに渡そう。そらよ、よし、回収します。最高や。はい、ユナイです。ビリビリしないよ。ショボイです。兄者さん、なんかユニークな、またクロスボウが。またクロスボウ17、18。お、ちょっと待って、渡すわ。あります。マジッセルのクロスボウか。あ、さっき手に入れたやつか、うん、さっき手に入れたやつほぼ変わんないですね。あなたはこんな下考えでいっぱいだ。ただユニークだからちょっと高い。すごいね、奥で戦ってってるんですよ。何を戦ってるの？マギステルレンジャーとマギステルレンジャー、ソードマン奥で、あ、ガレスが戦ってるよ。ガレス、ちょっと待って、ここの氷でこけて、あ、さっきこけた、気をしちゃった。で、あ、じゃあ俺側の方にはしごがあって上に行ける。あっ。もうちょっとこれ、俺後ろから、中から、うん、君は普通に後ろから行った方がいいね。うん、これと、あら、戦闘開始になっちゃった。オッケー。私目は後ろ。わー、これでも見つかっちゃうん。まあでもそこで見つかる分には。うん、あー、まあ、あー、あー、ちょっと俺反対側行ってくるから、ちょっと待って。嘘だ。ちょっと待って。あ、自己強化とかはしてていいけど。ガレスレベル7だって。うん、ガレスすごい強い。で、周りのが5か、レベル5。はいはいはい。属性防御が高めだな。どうぞ。よろしいか。どうぞ。よいしょ。左から召していこうか。もう挑発してってあげた方がいいかもね、アジちゃんは。そうなんですよ、挑発したいんで、ここで上がって、
挑発。つけたね。そう。クリア。すごいね、三桁同士の戦いみたいな感じで。クリア。アイスシャード。あ、ガレス。私のターンだ。マザー基地でセルフをターン早く来るようにする。エイスト。あれ、おせさん、ギリギリ見えない位置に。あら、無理無理無理なら、まあ別に他のことにしまってもいいぞ。チノヤ、リクシェ、素晴らしい。あ、いいダメージ、いいダメージ。あと2発。そこに霧ができちゃってんだな。何、ちょっと俺も上に行かねえとだ。結果炎上した人が来たんだけど、なんか大丈夫そう、背低いと見えない。魔法だから。まずそいつだな。もう倒せるんじゃない。そうね、よし、素晴らしいよ。セカンドレンジャー、レンジャーはレンジャーでやってくれると思うな。助かるね。ああ、さあここでターンを支援させていく。何や、何がついてる。木の塔って。あ、いいね。死体をどうにかすればよかった。この死体いけるでしょ。いや、もう今やっちゃうと悪も消えちゃうから。確かに。狙いづらい。俺ももう向こう側行っちゃおう。ん？ん？ああ、ちょっとなんかね、邪魔なものがあるんですよ。動くね。お前テイモン、テイモン発見。ん？来るねー。いたねー、これは。おー、わざわざこっちに。ターゲットはいいじゃない。AP あるのこれ。攻撃はできないだろう。あ、やばい。アンジャーは集中攻撃されたは失敗してる。さすがに。シールドアップじゃん。めんどくさ。レンジャーかね、ターゲット。ちょっとこの後ろの人もどうにかしたいですね。レンジャーかなー。130もあるじゃんこいつ。あ、じゃあそいつはどうにか足止めできれば。無理でしょ。ほんと、じゃあこいつこかすから、レンジャー。おい、こかせる。私の HP 残り83しかないから。俺遠く行っちゃったからな。なんで遠く行ったんだ。レンジャーは、あー、ギリギリ近くにいない。うん、そこお互い見えてない。見えてないんだな。まあ、しょうがないな。まあ、そいつはどうにかするから大丈夫。うん、じゃあまあ。おれ、ガレスが来た。ひどい。ひどい。俺がこかしたんだぞ、そいつ。お前ではない。なんで美味しいとこだけ。いいよ。まあそいつ隣のやつできるのは俺がテレポートさせるから。おついさんの前、ええ、目の前に落としてくれ。耐えて。
少しでも横に移動した方がいいと思うよ。宇津石さんが見えてないから。おやす。おぉキャンデン。キャンデン、キャンデンだね。オッケー。じゃあ、おついさんの方に送りまーす。はい。いや、送れねえなぁ。送れない？だよね。移動してもちょい前行ってみるわ。さあ、行けるのかい。まあ、送れるところまででもいいけど。いやね、下にね、送れないのよ。もうとりあえず、もっとあれだよ。飛ばすよ。端っこに行かないと、見えてるところにしか飛ばさないから。筋のところに飛んでったな。まあまあまあ、下に行けば、こいつが、ガレス。何？フェリックスダイブ。フェリックスダイブ欲しい。いいね、かっこいい。欲しい。燃えるんだろうね。演術なのかなぁ。あら、ちゃん。痛い。まだいますから。あと一撃です。マジやし。ほっといても悪魔が攻撃してくれます。で、あとは、あと奥にいるやつ。奥のあれだっか。AP そんなねえでやんす。なんかすごいここ足場が悪い。よいしょ。そうね、近づくので精一杯ですわ。ゴーゴー。ほらよ、さっきよく待ってくれたな、この野郎。そいつちょっと強いんだな。最高です。回復いいじゃねえ。30回復ってなかなかない。シールドアップ持ってんのかい。すごいね。シールドの貼る量がすごい。44貼ったぜ。一発分は貼れるんだ。ほっ。したい、包丁。いってらっしゃい。所詮か。ちょうどこの目の前の像が邪魔。はい、やったらやったね。あいつを巻き込まないようにしなきゃ。敵になったら割とやばいな。いや入ってるな、ギリ。これよくない。一個下がって。オッケー。あー、素晴らしい。おっ、経験値入った。3000。ふぅー。まひってる、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 まひってる。お前の勇気に殺された我が子。ルシアンがお前の打撃を導いたのだろう。ん？その首輪から考えて、お前はマギステルじゃないな。どうやって来た？真実を言う。あなたは最近フォトジョイから逃げてきたソース使いだ。それで彼は？シーカー。ガレス。力になれることがあるはずだ。シーカーって何や？シーカーについてたぜ。あのでかいやつでしょ。ああ、我々を探す。そして今はこの島から出る方法を探しているんだ。ほう。ほう。廃墟の中で島から脱出する方法を探しているというのか。ここを出るってことは船に乗るってことだ。マギステルの船にな。それで奴らは俺たちが黙って船を渡してくれるほどの親切じゃない。確かに。探せ。そうすれば見出すある。俺はここを武器に探しに来たんだ。強力で邪悪な奴だが、ルシアンは俺を許してくれるだろう。その武器はダリスの帰還への道を切り開いてくれる。お前、私もずっとここにいてはいけない。ルシアンは何と言ったって。ああ、そうだ。邪魔も、邪悪な者たちは
打勢を楽しむ。怠惰。怠惰か。お、アイテムくれます。何？物理7、魔法5、クリティカル 2%、技巧11の手袋。もしくは、物理12、魔法3、隠密1、ブーツ。隠密ブーツがあるって。もしくは、物理3、魔法12、水術1、ヘルメット。水術ヘルメットいいね。あとは盾のルーンですね。盾のルーン、水術カモン。水術水術キャップキャップだよ。水術カモン。しょうがないな。はい。で、これをアニムスに送る。はい。イエース。これで水術は俺3まで操れるようになったぜ。あ、そっか、これ技巧名だ。まったく忌々しい技巧名。あー、強いブーツあるのに装備できない。これ開けてよ。折れちゃう足。ゴミそうやな。その状態でファーストエイドしたら、あーちょっと待って、あ、これあれじゃん、ファストトラベル。ちょっと待って、そう、これをブラックスにして、はいはい、ぬぅやったー。お、やったー。ノリがどうした。呪われてるけど。呪いが解けたー。呪い、あー。一瞬だったな。もういらないこんなの。そんなものは、そんな手のいい話があるわ。一瞬呪い解けたんだよな。こっちにもこっちも。慰めの水スキルブック。はあ。なんもない。一瞬閉じたと思ったけどね。はぁ、くそ、なんて頭がいいんだと思ったけど、そんなことはなかったな。見ろ、大きな船が沖合に浮かんでいる。あの船に乗ればいいんでしょ。そう、乗れるのかね。どうやって行くんだろう。あの人すごい距離違うところになんか物を漁りに行ってるね。いろいろあったぜ。まあ、拾ってくれる分にはそれを…あ、で、胴体結構拾ったから、おじさん記憶よろしく。あー、胴体いろいろ拾ったからってやばいな。あ、またみんなロックかかってるから外さないと。これかかってる、今触れないだけか。あ、胴体見つかったって食べろってことかよ。そうだよ、バカ野郎だな。あなたは忌まわしきもの、貼り付けにされ、ソースの力で燃えている。悲鳴が聞こえる。そして肉の焼ける匂いが自分ですね。終わり。ちょっと待って、なんか変なとこ入っちゃった。終わり。ここ入れる。あー、なるほど、こっちから行けよかったの。あー、そうですか。ここ入れますわ。これ？うん。金属のドアって書いてある。入るとそのまま、なんか倒れてるやつがいる。これ、肉は回復用に取っといた方がいいの？これマギステルサングで、マギステルの死体がめちゃくちゃある。ここはやばいと思う。ちょっと今脳震盪が。はいはい。おうちになんか熊の死体とかあるのは気のせいですか。熊の死体あります。あっ。ちょっと気絶が。混乱してるマジステルがいるよ。そこに混乱してるのもいる。混乱マジステル。あっ、多分そっち行ったらボートの方行っちゃうんじゃないか。ボートの方なのかね。この死体行くと。ボートっていうか、そこ下降りたらやばい。そう、そこ下降りたらやばいっしょ。やばい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 。なんかもう完全にやばそうだ。やばい。何やばい。ちょっと姉兄さん先にちょっと降りてください。何？マギステルサングが病気状態で横たわってるけど。びっくりした。何ここ？ちょっと話しかけてみてよ。死体だらけだよ。血がつく松明の光の中に。ここなんだ。武器庫がなんか。ブツブツ言いながら地面に横たわってるマギステルを見せた。あなたが近づくと彼は途中こちらを踏みゆく。へえ、お前の薄い汚れた魔法が片付けられなかった仕事を終わらせに行ったのか。そう使いよ。剣を抜く、それはいい案のようだ。あなたは戦いを望んでるわけじゃない、そのマジステルに言う。手取り早くだ。あなたが近づくにせよ、彼の手の皮膚が真夜中のように黒いことを見て取れた。まるで虫が彼の肉を通してもがいてるかのように見えた。な
何なのだ。何それが何であれ伝染する類のものなのかもしれない。止まる。映るんです。何が起きた。彼は鳥の生えた血の絡みつくマジステルの死体の方にうなずいてみせる。そこの哀れな連中と一緒だ。我々はこの荒れた部屋を掃除し終え、次の部屋へ行こうと思ったんだ。彼らがスイッチに触れると彼らは悲鳴を上げ始めた。ボイドの呪いだろう。ダリサは我々に気をつけるようにと言っていた。だが我々は考えていなかった。知らなかったんだ。助けを申し出よう。彼らの目はあなたの目の奥深くを覗き込むようだ。彼らが叫びながら死んでいくのを見たよ。あんな死に方はごめんだ。頼む。私は気が取れない。私にはできない。考えてみよう。まあ、できる全てをかけて治療法を見つけて、まあ、どこでファーストエイドかけたらいいじゃないか。もうちょっと、ファーストエイド。これ、ファーストエイドしてさ、属性転換してて、またブエーッて死ぬんじゃないの、これ。大丈夫、大丈夫。ほら、かけて。腐敗って書いてないんだって。まだファーストエイド治るよね。うん。さあ、アニジャの治療という名のこの世から。あ、でも回復する。回復はしてるけど治ってないね。治療はできてないね。治療できてないね。あ、でもなんか何かが治ったね。腐敗は治ってないけど。腐敗は治せねえよ。病気は治るけど。なんだろうな。かんね。かんね。あ、凍結毒窒息石化は回復するあれもあるけど、腐敗は治んないな。なんか薬あるかなぁ。うらよマジックシェア関係ないね。本当ですね。俺頭も持ってるから私とか。あ、え、え、自分で食ったもん。お前病気になったぞ。うわ、食っちゃった。うえバカなんないっす。あのレバーを引いたら何かが起こるんだろうね。次の部屋って言ってなかった。次の部屋って言ってた。ここにね、ソースの源あるんですよ。なんなんこのソース。源泉ちゃんが。あ、指輪だ。悪党が増える。ありがとう。よいしょ。本来なんかその首輪外れてればそのソースの。え、なんか使ったのこれ。うん、どうした。使うと出る。使うと中身出てきた。多分ソースの力が使えるとそれでなんか力が出せますみたいな。あ、そうね。癒しのソースみたいなのがあったりするんじゃない。癒しのソース美味しそう。呪いが。あ、呪いにかかったよ。あなた呪いにかかったね。あ、腐敗するんじゃない。わあ、映るんです。近づかないで。あ、溶けた。開けようと思えば開けられるっぽいよ。開けまーす、あ、ロックピック不可。確かに、ブラッカスレックスの…あ、モリナ・ザ・ブレイブって書いてある。このネズミ、話しかけられるネズミだ、多分。なるほど。動物語があればね。あ、じゃあ動物語取ってよ。やだよ。全然動物語がわからない。そんなんやだよ。ダメだよ、そんなスキル取っちゃ。じゃあ、ここは無理ですね、まだ。まだ無理。ブラッカスレックス。なんだろうね。わからないね。呪われている。へぇ。腐敗ブロック。彼を直してあげないとわからなそうだね。まあ、ちょっとここは今わかんないんじゃない。そうだね。ちょっと情報が少なすぎる。上へ行きます。熊のとこへ来ました。そうしましょう。熊レオナルド。なんかね、混乱してるやつがいるんだよ。マギステルロックちゃん。ほほ。
どちらさん？隊長、あなたですか？みんなどこです？って言ってる。お前、隊長、あなたですか？日記もあるよ。大丈夫かい？待て、すごい、すごい敵対してる。若いマジステルは彼のマナコと顔に至る2つの新しいチーティーズを優しく指でなぞる。彼の指先は閉じたマナコのまぶたの上で躊躇する。彼は盲目になっているのだ。あなたが近づくと彼はあなたの方向いて盾を構える。止まれ、そこにいるのは誰だ？見えないんだね。この子供は簡単に打ち負かせるだろう。あなたはフォートから逃げて総使いだ。この島から離れたいだけは彼に違うつもりはないという。しょうがないな。逃げ出したらって？まだ動くな。お前を捕まえると。彼はやめくもに横移動し、荷車から離れ、あなたに向かう方向を探す。とりあえず擦れるもんは擦っといたから。ついに一歩でもあなたに近づけば、それが彼の最後だという。俺はお前を生かせるわけにいかない。それが仕事だ。俺がここにいる理由だ。やばい、しっかりしてるね。理解してないのか。お前たちおじとじゃないんだが危険なんだよ。あ、まあね、ボイドウォークの話ありましたからね。あれ、こけた。なんでこけ、あ、見えないから。彼の怪我を助けることを申し出る。ダメだ、何もするな。お前にも聞こえたか。何が起きた？アンデッドだ。アンデッドにやられたんだ。やつらは俺たちをバラバラにしようとしたんだ。俺たちはやつらを返り討ちにしたが、しかしファレイは心臓を突き刺されて死んだ。彼を傷つけられて私がやられた。ランディが助けを求めてフォードまで戻った。なぜ彼が置き去りにされた？俺はここで仕事をしないと。俺は負傷しているかもしれない。方が守ることができる。武器を構える。もう十分だ。もう十分なの？もう十分だってこと？当たんねえぞ。当たんねえぞとか。どう？まあ見えてないからな。命中率に至っては本当に低いだろうな。防御力がかなりの高さでいらっしゃいますね。そうですか。本当は強いんだろうね。まあね。あ、違う。え？あー、ほら。一瞬でこれ。また俺のターン来たけど。父が早いから、あの装備してるし。ああ、そう。終わった。でも1700手に入った。ラッキー。素晴らしい。拾え。あ、それ炎のエッセンスしか持ってねえ。なんだ。ひどい。ひどいな、扱いが。小熊ちゃんがいるのよ、この先。小熊ちゃん。小熊いる。あのでかい熊の子供とかじゃないかな。いるね。さらにこの先にまた。拷問された男性と明らかにヤバいのよね。ユミットっていうなんか変なやついる。ヤバいのいる？ユミットってのがいる。仲間の色だけどね。行ってみます？うん、行ってみますか。どうぞ。エルフ、なんてバッコだ。何あったんだ？ユミット。年を取ったエルフの苦しそう視線が十字架を見つめている。彼は涙に瀕しているようだ。あら、悲しんでるのか。愛しい人よ、こんなはずは。こんなはずは。彼がその十字架に貼り付けにされている人を知っているか尋ねる。ああ、本当だ。授け、貼り付けにされてるわ。彼らは私の家族みたいに優しかった。でも私には彼らを治療できない。治療できないんだ。傷つきすぎている。なぜ彼らを下ろしてやらないのかと尋ねる。彼らは変わってしまった。誰ですか？彼らの行為に何かしたんだ。彼らは動かないし、治療することもできない。どうやっても抵抗するんだ。彼らは治療することもできない。治療魔法は今は彼らを殺してしまうんだ。ああ、確かにね。確かにね、何回か言いましたから。ええ、俺もやったって記憶があるわ。そんな美しい魂がそんな邪悪によって台無しに。
彼らはシュリーカーと呼ばれている。視界に入った通行人をソースの力で爆破するんだ。協力ついて誰も耐えられない。即死だよ。それは確かさ。確かに。シュリーカーを見せた場所には神聖騎士団が必死に秘密に従っている何かが隠されているはずだ。私の愛した人たちの運命がこの島には確かに何かがあることを証明している。見して行きたかったらシュリーカーは私から離れてくれ。私の友人がどれだけ長くこの世にいられるかわからない。怖い。なるほどね。これがそうか。トレミーとか名前ついてるよ。またファストエイドをかけてあげると。いやいや死んじゃうからそれ。シーカーの死体めっちゃあるけど、ね、何も持ってない。人間の足あるよ。ギザギザのリング指輪。魔法ポイントが少し上がる指輪。ルーンに吠える炎のルーン。宝物あるな。妖精の粉。人参、人参、人参、トマト。宝箱。宝箱は私の近くにある。開かないの？いや、ほら。開いたね。おお。トラップだね。トラップなんだね。痛いね。幸運がほら高い人があったらいいかなと思って。あ、なんか共有されてるらしいが誰が開けた。あ、そうか。そうそう。イエーイ。この先も行けるファーストトラベル用のあれがあった。なんかいるな。なんだ。あー、ね、またあれだよ。シュリーカーがあるよ。やっべ。いや無理だろここはさすがに。多分こっちから回っていかなきゃいけないんだろうね。探知されたら一時。いやーなんか下に滴ってる。気持ち悪い。うん、こっから降りて越えていくんだろうね。ヒルがいる。ヒルが。あー、マップ見ると下の方に隠れがガレスって書いてある。ガレス下の方に行ったらしい。南マップを見ればわかる。おシュリーカーやば。シュリーカーの数やばい。やばい。まあそこから降りれば隠れながら行けばみたいな。まあでもあと南側だけだね。俺たちが探ってないところ。オッケー。ここへ登れるね。本当だ。上から見えるぐらいか。確かに上から見れるぐらいで特に何もない。うん。よっ。かわいそうになこれ。これやばいよね。でもまあとどめさしたらさすがに切れられるだろう。ああ切れるでしょうね。コグマも会話ができれば多分。動物語なんか今回割と使うな。ね。うん。意外と動物いるね。いますね。何これ。何起こってんだこれ。おっちゃってるよ。めっちゃ寒いことになって。なんだあれ。なんかある。骨のトーテムが立ってる。骨のトーテム。あれ骨のトーテム。いやなんかこれドラゴンかなんかがいるぞ。ああ本当だ。ウィンタードラゴンスレイン。超強い。スリできる。スリできないよ。水に対して100ついてるわ。レベル9。これは封印されてるんだね。多分そうだね。これどうする。でも多分話しかけられそうだよねこういうのパターン。まあ、動物語がねここで。ウィンタードラゴンだ。鎖に繋がれて一体ここで何してるんだ。寒ってなるんだってそこ行くと。やばいね。話しかけられる。一応鎖ついてるから大丈夫でしょ。うん。話しかけてみ。話しかけてみ。ほう。あ、僕酔った。大丈夫。こんばんは。どうも。あ、いや会話できる。あ、話す。彼は喋ろうとするが、彼は柱に束縛されているのと同じで熱い鎖で彼の顔…ああ、喋れないらしい。ああ
壊してあげれば壊してあげればね、壊してあげればだね。これどうすんの、骨のこの骨のトーテムは殴れば壊れそうですよね。ああ物理で壊せるみたいな、まあ壊せば我を助けし者よみたいな、でなるの願いを言え、バカ者が必死が更新され我が力の前にひざまずくがよいって、まあどっちかになるのかって思うんだよね。まあひざまずくがよいになったら終わりですよね、うん、とりあえずクイックセーブしていただけるから、もうしましたから。オッケー、じゃあ壊しましょう。壊れた、そんなすぐ壊れていいものなの。あと反対側にある、ピャー凍ってしまいます。ほらよ、やばい、相手転倒したけど粛清されたドラゴン。あ、でも割とおとなしいよ。あ、すまぬって言ってる。やべえ、まともなドラゴンだった。ドラゴン話せるかな、大体ペットにしよう。飛んでこの島から出れる可能性まであるぞ。あー、そう。解放されたドラゴンは病気で青白く見える。あなたが近づくとボロボロの翼を弱々しく伸ばし、激しい視線をあなたに向ける。凍った涙が彼の目にきらめている。おー、あなたに感謝すると思うよ。しかし、我はクサレンツの我についてと同じまだ重点のあなた。どうか。まことの自由を見つけ出すか、永遠の眠りにつかせることで我々を託すことがあるぞ。倒すって選択肢出てきたければだがもちろん、お主が我の前に立つのはそれが理由であろう。スレインが死の支配者に呼ばれた、そしてお前がここにいる。偶然ではなるまい。何？スレインって何？わかんない、一体。立ち去る、これはあなたが望んでいた会話ではないと。うわ、もう羽もボロボロだから本当に自分で死を望んでいて、そしてそれは今あなたの判断に委ねられている。死にたいらしいよ。偶然だ。我が運命は我がものではない。我が魂は厳しい服従に縛られているのだ。魔女の悪意により我が操作が粛清され、彼女のあらゆる気まぐれの奴隷となっている。ああ、彼女が命じるだけで意に反して体は違う。なるほどね。誰が彼を鎖で伝い、彼の操作の力を浄化した。魔女ラデッカ。ラデッカ、私はかつて彼女に惚れていた。本当に小さなつまらないことのために彼女は粛清の尺状を我に使い、我を彼女の意志の奴隷にしたのだ。今や我はこうして話すことしかできぬ。自由になるために。あ、でも確かにここで鎖で繋がれたらなんでやねん。彼女は近くの塔の下の地下を歩き、彼女の卑劣な暴挙のための材料を探した、はあ、我は彼女の闇の心はここからでも我の中で鼓動していると感じる。我は彼女の顔を待っているが、再び彼女の顔を見るよりも死を歓迎するだろう。死にたがっておる。もうやだよ。なんかあるか。見知らぬ者にこのような質問をするとはな。お主には多くの優れた点があるが、これは簡単ではない。ラデカは猫を狙うネズミのような用心深さだ。彼女は粛清の釈状で我の操作を全て食い尽くした。ベロリ、彼女が粛清の釈状を持っている限り、彼女は我を完全に支配したままだ。お主が我のためにそれを取り戻すことができたら、我は再び自由になることができる。そっちだね。杖取り戻してあげればニヤニヤと笑い取り返してやろうじゃないか。じゃあ、You would have my gratitude. おやべ、飛んでこの島から出れる可能性が来たよ。提供できる援助は何でもしよう。だって、てか寒いな。あ、いた。ラデカ、近くの塔の…にいる？向こう側抜けられるのよ。塔にいるんだね。向こう側にね、すごい入り口があるわ。ほう？あ、いた。お水で行けばこけないんだろうけど。寒すぎた。あ、こっちだ。寒すぎた。裏が立っとるわ。これか。おてんいもん。おてんいもん。すげえじゃん、骸骨洞窟やん。あれ、こんなのよく見たな。今回この辺ですか？そうですね。まあ、魔女っていうぐらいだから物理攻撃増しましたよ、殺せるんじゃない。同じくそう。あ、本がある。いや
でもまああのドラゴンを支配するぐらいだからやべえ杖だろうな。やべえ杖だろうね。その杖を使えばあのドラゴンは意のままだぜ。俺にその杖欲しいよ。ドラゴンライダーみたいな。ドラゴンライダーになれるんだったらドラゴンライダーコースがいいな、うん、ねえ、うん、ドラゴンライダーコースになればね、うん、もう倒し放題でしょ、うん、なんか拾ってるねあなた。俺テントの部屋拾った。あげるわ。はい、じゃあまあ今回はここまでということで、はい、果たして本当に釈迦を取り返すことができるんでしょうか、はい、お楽しみに。またな。またな。またね。